はいじゃあよろしくお願いします。えー、今回は数3の定積分の置換積分法を丸二グ関数と奇関数をやっていきたいと思います。で前回からねこうシリーズで見てくださってる方は例えば音のねなんか感じが変わっているとか色々あるんですけどあの約1年ぶりです、えー、ご無沙汰しております。えー、なんでね一年間空いてしまったのかっていうのはちょっと授業動画の見てる方には邪魔になってしまうので気になる方は概要欄見てください。 で今回はですね前回の続きなんですが3問で定積分求める問題やっていきます、まあ、その中でもこれがねキーワードになっていくんですがまず一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますよしじゃあ行きましょういやー久々 <laughs> で、まずですね、今回のポイントはもちろん、偶関数と帰関数、ここの扱い方、解き方が大事なんですけど、まあ、一番の、この有名な形、ルート4マイナス x2 乗、まあ、もしくは1マイナス x2 乗とか9マイナス x2 乗とか、まあ、16とかあるんですけど、何かの2乗マイナスこの x の2乗がルートに入ってるパターンがよく出てきます。で、えー、こいつの解き方、まず覚えてください。これはですね、置き方が決まっていて、x を サインを使って置いていきます。まあサインシータで、まあティーでもいいんですけど、サインシータで行きますね。と置くと。ただし、えー、ここが4の場合、これ2の2乗ですよね。の場合はサインの前に2をつけてください。つまり2サインシータと置いていきます。だからここがもし9になってれば、これ3の2乗になるので、3サインシータと置いて勝負をしていくと。いいでしょうか。 で、きっとね、この空間期間が分かってる方、おいおいおいって、その前にやることあるだろうと思うかもしれないんですけど、ちょっと途中で挟みます。ちょっと待ってください。これ先にね、こっちのポイントを押さえたいので。で、これどうするかっていうと、両辺まず θ で微分すると、えー、dx,dθ、えー。で、こっち sin はね、微分すると c o s ンなので、2cosθ とこうなりますと。で、両辺 dθ でちょっと切っちゃいますね。で、えっ、ー、と、こうなると。つまり、 置間積分するときの DX の部分が、ここがこれで今、出てきましたと。で、あとは中身ですね。この部分です。で、ここが、ちょっとね、番書量が一番多いので、文字ちっちゃめで申し訳ない。X のところに今置いたものを代入すると4、4マイナス4サイン二乗シータになりますね。これと二乗するから、4サイン二乗。4ってくくれるので、 マイナスサインシー θ。とこうなります。まあ入れた後とにえ4でくくっております。で1マイナスサイン二乗ときたらこれはねもう公式です。元々 えー、sin シー θ プラス、えー、c o s 二乗シー θ イコール1とめちゃくちゃよく使うね。この公式があるので、これを、sin をこっちに持ってくれば、1-sin シー θ。これね、こいつは c o s ン二乗になりますと。だから、ここ、c o s ン二乗です。4 c o s 二乗シー θ になるから、こいつは、 2cosθ。4はもちろん2の2乗だし、cos2 乗 θ は cosθ の2乗なので、ルート外れるんですよね。っていう具合に、めちゃくちゃシンプルな形になります。こう置くことによって。だから最初、ここが4だったら2をつけるって言ったら、ここでくくりたいんだよね。同じ数でくくって、この公式を使うため、それを見越して、ここに数字を置いて、数字をくっつけてね、置いてください。で、あとは、えっと、θ を使ってるので、積分区間。 いじりましょうもともとがス2から2ですね。でこの辺でまあ挟むかいや一回挟みましょうさっき言ったですねちょっと区間一回いじりますちょっと消すね。あのー、今回のポイントのまず1個目はねこの解き方を覚えてくださいすごく大事なんで覚えてほしいんですけどこいつですね偶関数と関数とについてですで今今回この3問あった時にもちろんね全然解けないよという方でも 親って気づく点があると思います。それが、えー、インテグラルのね、横にくっついてる数字です。マイナス2と2、マイナス π と π、マイナス1と1。ということで、まあ、上と下のね、数が一緒で、符号が違うんだよね。異符号状態。えー、このインテグラル、まあ、積分区間で出された場合は、基本的にはこいつらを疑ってください。先生は、偶関数と奇関数について解こうと、あ、ね、聞こうとしてるんだろうなと思ってください。その技が使えるチャンスなんです、ここは。 でまずと偶関数と奇関数一回触れてると思うんですけど簡単に復習していきます、えー、偶関数えっ、ー、とまあ一番わかりやすいの有名なやっぱあれかなコサインシータが説明しやすいかなコサインシータのグラフですねえー、コサインシータっていうのは、えー、ここ一からスタートして、まあ、こういうグラフを描いていきますこういう感じですねつまり y 軸ここです。 ここを対象、対象の軸とした時のもの、こうなっているのが偶関数です。いいかなで、帰関数は何かっていうと、まあ、s i n タが有名なんですけど、何かっていうと、原点対象です。原点から、まあ、こんな感じ。原点を、原点で対象になっているのが帰関数って言います。まずこれ確認してください。偶関数は y 軸対象。 基幹数は減点対象なんですけど、えー、この時にですねこの時にで結論から言うと、えー、これ偶関数なんですこのルート4 − x 二乗って。で調べ方としてはもともと f がこう与えられてるでしょこれ f だと思って f ね与えられてる時にそこに x のとこにマイナスを入れるんですよマイナスをマイナス x を入れるんですここに。 そしたら、元の形に戻ったら、ね、マイナス X を入れても同じだった場合は偶関数です。いいだから、X、例えば、ちょっと色変えようか。X がここだとします。そしたら、マイナス X ってここですよね。でも、値としては同じじゃないですちょっと高さ変わっちゃったけど。同じでしょだから、マイナス X を代入しても、元と同じ、値が同じになるよっていうのが偶関数。で、奇関数は何かっていうと、えー、っと、こっちごめん。 -x を入れてみましたとそしたらどうなったかっていうと元のものではなくて元のものにマイナスをつけたものになりますよと。これも確かめると x ここにしましょうかマイナス、x、この辺にしましょうかそうするとここの値とこれもうちょっとお前こっちだったなここの値まあ高さはね同じになるでしょうけど符号が違うプラスとマイナスで。 だから元のの値ににマイナス符号をつけたものになりますよ、まあ、これは基関数なんですけどか確かめ方としては -x を入れると分かりやすいですかここにマイナス x 入れるんだけど当然2乗してるから元の形に戻りますよねあじゃあ偶関数じゃんってなるわけですよ、まあ、こんな感じでね偶関数基関数熱弁してきましたけどじゃあ何の技が使えんねんと何かっていうとえー、っとこれ左側ちょっと怪しかったなもうちょっと。 切れてるかもしんない。入っていくかな。あ、大丈夫だね。これ、マイナス2から2。もちろんこの積分区間がさっきみたいにこういう特徴ね。同じ数字を使ってるけど符号が違う状態の時って、これがね、最初から偶関数って気づいた方は、積分区間を下を0に変更できます。0にできるんです。上は変えちゃダメ。いいで、ここも変えなくていい。こうできる。ただし、それに2をつけてね。 こういう変更できます。これが技。偶関数の時ね。偶関数の時はこれを使って OK です。っていうのを覚えておいてください。まあ、別にね、このまま解いていって、積分区間変えてってやっててもできます。できるんですけど、えー、この特徴的な値が出てるときは、おそらく偶関数か機関数を使わせようとしてるので、いいでしょうか。で、基幹数はちょっと待ってください。後の問題で説明します。ということで、これが使えましたと、最初からほんとやってよかったんだけど、 で、使えました。でも、結局ね、ここのやることは一緒なので、じゃあ戻します。DX の部分はこれが入る。で、ここの部分はこうなりました。でさっきね、一回消しちゃったけど。積分区間をマイナス2から2で考えるんじゃなくて、0から2で考えます。こうやって。ま、あこうできたからね。で、X とシータをつなげているのはどこかっていうと、ここです。こいつ。X が0。 なお、2で切っちゃっていいね。だからつまり、sinθ が0。sin が0になる時、いくつっていうと、sin が0になるのは同じく0です。で、x が2。計算すると、sinθ イ,イコール1ですね。両辺2で割ると。sinθ が1になるのいくつって90度の時なので、つまり θ が2分の π の時です。積分区間の変更完了しました。じゃあ、書き直します。このね、与えられた式は、2倍の 0から2分の π これね0から2分の π のえー、っとこれがここ 2cosθ で dx にこれが入るから 2cosθ は2個なるんだよねつまり 4cos2 乗 θ dθ となりますこいつとこいつを入れましたとでちょっと4ね前にどうせ2いるからくっつけましょう2四が8でこうしておきますさああとは cos2 乗 θ これが え積分できるかっていうのはこれは過去の知識の問題なので,でこの子はねいきなり倒せません2倍角のえね定公式を使っていきましょう2倍角ここでいいか、えー、コサイン次乗 θ っていうのは二分の1プラス、えー、コサイン 2θ ですね。2倍角の公式。でこれを入れるとちょっとね あの場所だいぶギリなんでごめんよ。二分の一が出てくるんでこいつと一緒に切ります。4にしましょう。で1プラスコン二シ2タが残ってますといきなり積分しますね。下は入ってますか入ってます。えー、この子を積分すると1は、えー、シータでコサイン二シ2タはコサインはサインになりますね積分すると。でも2タの2がくっついてるんでそれを二分の一を余分にくっつけてサイン二シ2タとこうなります。 で、積分区間は0から2分の π と。で、2分の π を入れましょう。入れると、えっと、4が前いるんで、4、2分の π 入れて、よいしょ。で、ここに入れると、sinπ になるんですよね。sin180 度は0です。だから関係なくなって、0だし、0入れたらさ、0で、sin0 もまた0だから、もうないんだよね。つまり、これちょっと消しいて、こういう感じ。つまり、 答えは1、ね、答えは番ねででしたととこれで終了となりま,すまあ途中で言いましたけどわざわざねいやこれしなくてもマイナス2から2ここねマイナス2から2ってやってもできます同じ答え出てくるんですけど、まあ、この問題においてはね別にあんまり支障はないんですがこの偶関数やるとそれを半分にできるっていう特権があるんでぜひ覚えておいてください。でちょっと余談には余談というかねなるんですけどなんでこんなことができるかっていうとね 積分っていうのは、もともと、えっ、ー、と、面積の話をしてるじゃないですか。面積を考えてるんですけど。で、今、マイナス2から2のこいつ。で、今違うよ。関数違うけど、ちょっとこれだと思ってください。コサインの図を使います。同じ偶関数だから、y 軸の対象になってるのは確かだからね。で、マイナス2から2だと思って、その時に、ここの面積をこう考えてるわけよ。今ね。で、 0から2に切ったじゃないですか。切ると、当然ここで切れるから、こっち側だけを考えてます。0から2って。でも、y 軸で左右が対称になってるから、右側で、今考えてる右側の面積と左側の面積って同じですよね。対称で2とマイナス2って同じ幅で切ってるんだもん。だから、右側の面積だけ考えます。でも、最後にかける2、2倍すれば、 求めた方全部なりますよねって偶関数ですものっていうだからこういう技が使えるのいいかなこれが偶関数の、まあ、偶関数で気づいた時の定積分まあ積分のねやり方になりますいいでしょうかでですよで <laughs> でなんですよで次が奇関数なんですよねで機関数は結論から言いますまずこの2番これ奇関数です sinx だって sin でもねさっき言ったけど 奇関数で、このマイナス π から π、上と下がね、同じになってて、異符号になってる状態。さっきは半分、0から2にして、これだったら0から π だよね。0から π にして、2をつけたら、面積2倍だからいけるじゃんってなったんだけど、2番。奇関数の場合、どうなるかっていうと、偶関数さようならです。どうなるかっていうと、2番の答えは、0です。終了です。計算なくて大丈夫。これで終わり。 ってていいうのを覚えてくださいテストで問われやすいのはもちろんこっちですそんなゼロの問題いっぱい出せないからねけれどどっちも大事ですそれは3番で分かるんですけどつまり奇関数だなって分かった瞬間にその部分カットできるんですよだってゼロなんだもん積分区間とかどうでもいいどうでもいいっていうかねその一致してればマイナス100から100だろうが関係ないんですよゼロなのでこれも一応面積をイメージすると分かりやすくってさっきこうありましたよねで 同じように今減点対象なんで右と左の面積まあ大きさ的には同じなんですけど正の部分と負の部分になってるんで打ち消し合っちゃうんですよイメージとしてはだからそれで0こっちがもし面積5ってこっちマイナス5ってくっつけたら0だよねみたいなまあそういう覚え方をしてくれるといいかと思います。いいかなこれが期間数の時のえっと積分でね使う技でございます。 まあチェックはね、マイナス X 入れて、まずやってください。慣れてくるとね、だんだん分かってくると思うんですが。で、3番は、ちょっとごちゃごちゃしてます。で、まずですね、これ、多分ね、できます。普通に。だって、1個数積分すればいいじゃん。5分の 1X5 乗。えー、マイナス4分の 5X4 乗。いいんだよ。それで、1とマイナス1代入でもできるんですけど、一応大事な技があるんで、そっちでやらせてください。で、どう技を直すかっていうとね、これって、 まあ、こうとかパーツがさ、こう4つあるわけよ。あるわけじゃん、こうがね。これって、積分当然分けることができます。分けることができる。でね、この x、まあ、サインとかじゃなくて、x 何乗とかって、偶関数、奇関数って見分け方がすごい簡単なんですよね。どうやるかっていうと、偶関数は、x の偶数乗なんですよ。4乗、6乗、点点点って。なんでかって、 偶数上だったたららマイナス X 入れたら元に戻るじゃないですかだってここもそうでしょ ?2 乗だからマイナス x を入れてもお前同じに戻っちゃったじゃんってなるわけだしいいからでこれ定数項も同じですね x 関係ないから、まあ、1とかの定数項もここに入りますで期間数っていうのはそのまんま奇数上ですねちょっと x 忘れちゃった x1、まあ、乗ですね1乗3乗5乗点点点とこれが期間数なんですよ だから、今4つパーツ分けましたけど、こいつ4乗だから、ちょっとひらがなでごめん、偶数、偶関数、こいつ奇関数、こいつ奇関数、こいつ偶関数って分かるわけです。で、分けれるんです。積分だから。どういうことかっていうと、インテグラルマイナス、こんな手に書かなくていいんだよ。本当はいいんだけど、x の4乗マイナス2っていう偶関数グループと、1の奇、えー、関数グループ。 3乗、えー、プラス X で、DX、かこうやって分けられますい,い,でこいつら偶数つら関数でしょでこいつら奇関数でしょで同じくマイナス1から1ってなってるからこいつら奇関数って分かった時点で0だもんさっき言ったけどだから計算しなくていいあっち側。っていうことができます。で偶関数の方ももちろんこのぐらいの数だったらいけるんだけど、えー、直しだから青にいくね。 2倍にしてここを0に変えることができますこの後ね偶関数だから。で,でやっていくとあとは普通にやります。これはちょっと時間使ってないのでこのままいきますね。積分区間を変えなくていいんで。x4 1x5 乗乗は分のでマイナス2はマイナス2 x と。で0から1ね。であんまり2も忘れずにつけておきましょう。まあ、0がいるとさ便利じゃん !0 だから入れなくていいし計算しなくていいからねミスも減るし。 でやっていくとあとは右側がいいかなちょっと下は満足使いたいんでね後でね2括弧1入れて5分の1マイナス2とえ5分の1マイナス2が5分のま違うマイナス5分の9なのでマイナス5分の18とこれで入っているよね終了となります合ってるよね OKOK、OK, OK いいかなで、この後もちょっとポイント説明するんですが、一回確認します、ここまで。今、今回覚えて欲しかったのは、まあ、偶関数、奇関数がメインではあります。い積分区間が上と下が異符号になってる、こういうマイナス π から π とかね、マイナス1から1みたいに。の時は、おや、来たぞと。これは偶関数、奇関数狙ってんなと思ってください。で、偶関数であればこの技です。2倍して0からに変えれる。奇関数であれば0です。0。 であともう一個はこの解き方ちょっとこっち影が薄くなってるけどこれ有名なんで覚えてねこの置き方覚えてくださいで他に今回覚えてほしいのがえー、っと書けるかないけるか、えー、このねちょっと似てるんですけどインテグラちょっと積分区間を書,な書かないでいきます、えー、このタイプルート入んないよルート入んない 1プラス x 乗分の1みたいになった時はこれは x をタンジェントを使って置いていきますこうやってこれ覚えちゃってくださいでもしここがいいか4だったらさっきと同じくここにも2をつけますいいかなちょっと今回ね問題扱ってないんですけどこの置き方も覚えてくださいちなみにここが3だったらここはルート3ですこういうパターンもあるからねいいでしょうか でもう一個がこれ次の動画にもつながる内容なんですけど、えー、偶関数掛け算積の形になってる場合もあって例えばさコカッコと sin 何とかとかわかんないけどねこうなってる時につまりこういう f x と g x がかかった状態でそれがそれぞれが偶関数・帰関数がわかるんだけどじゃあ全体ではどうなの っていそれが分かるもしさそれが分かって全体で帰関数じゃんって分かったらごちゃごちゃせずにゼロに行けるわけよ。いいだからそのちょっとなんだろう仕組みって仕組みじゃねえやルールを最後に説明して終わりた終わるんですけどあ漢字でいかなきゃよかった。えー、偶関数×偶関数になってる時と奇関数と奇関数つまり同じ。 種類、偶,偶関、偶関、奇関奇関でかけてる時は全体で偶関数になりますいいかな同じものグーグーキーキーだったらグーになるとって言われたらさもう予想つくと思いますつまり、えー、グーとキーちょっとキーからグーは書かないけどグーとキーをかけた場合は全体で奇関数になるんですでこれはですね結構あの 自分のね、教えてたこんて言えばちょっと間違いやすいところがあって、偶と奇って一番日常日常っていうか今まで使った言葉で偶数奇数だと思うんですよ。ね、偶関数と奇関数が一番馴染みがありますってなかなかないと思うんですね。で、偶数と奇数のイメージでいくと、偶数×偶数って偶数なんですよ。でも奇数×奇数って奇数なんですよね。数学で言うと。あずれるんですよ。ここのルールが。あまあ他もずれてるけど。だから、その覚え方よりは自分はもう、えっと、政府の計算。 1> 中1でやっった時時ののプププラララスススススかかけけけるるママイイナナて両方ともプラスになりりますよね掛算算割り算の時はだから同じものの時はプラスになるっていうであとは違うものの時はマイナスになるとこのルールと同じなんですよ形としては。ただその時にミスっちゃいけないのが同じものの時にグーだっけ奇数だっけ関数だっけっていうところでミスったりもするので自分はグーグーグーって覚えろって言った。 グーググー同じものグーはグーって言ったとこだけ固定しちゃえばあとはそこずらすだけなので、まあ、もしよかったらきっとねもっといい覚え方あるんだけどね。いいかな。でこれはあの使えますのでぜひこれも覚えておいてください。ということでね最後にいろいろ付け足してしまったんですがまず偶数偶関数,関数とこの積分区間の時の技そしてこの置き方問題、ね、扱ってなくて申し訳ないんですがこの置き方とこいつ。 かかけた時に全体が何関数になるののっていうのをぜひ今回は押さえておい、てください、はいはという感じでね、えー、久々の授業動画でございましたがいかがだったでしょうか。まあ、次回もね、地間席や地間席無法また続きやりますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。